こんばんは、ミネラルウォーター大豆伊藤です。今日は災害備蓄用天然水5年保存水、こちらを紹介したいと思います。じゃあ早速ラベルを一周してみましょう。こんな感じですね。採水池が静岡県沼津市石川、製造者が朝日産業株式会社、高度が36、 pH が 8.1 ですね。大変飲みやすい水でした。口当たりも軽くて後味もすっきりしていて、癖もなくて誰が飲んでも嫌いとは言わないような味だという印象を受けました。ですね、この製品にはバナジウムが、1リッターあたり30マイクログラム入っております。バナジウムというのはですね、高血圧とか、糖尿病に効くとされています。ただしこれは薬じゃありませんので、過度な期待を持って、この水を例えば飲むということは避けた方がいいんじゃないかなと思います。聞けばいいんじゃないかなとかですね、まあ聞かなくてもしょうがないかというぐらいの、軽い気持ちで、長く飲み続けるっていうことが、いいんじゃないかなと思います。たとえですね、全くバナジウムの効能期待、効果を、なんていうんですか、実感できなくても、水をこまめに飲む習慣をつけるってこと自体がですね、体にはいいので、結果的にプラスになると思います。と、こんな感じですね。まあ、1日、人間1人が、飲む量っていうのがですね、目安が2リットルから3リットルと、このラベルにも書いてありますけども、救助が来るまでにだいたい3日とかそれぐらいかかると言われています。ですから、まあ最低3リットルと考えても3日間で9リットル1人必要になるわけですね。ですからそんなことで、例えば備蓄用の水をそういう、推定の量に基づいて、置いておくと、備えておくというのがやっぱり正解なんじゃないかなと思います。災害っていうのは本当にいつ来るか分かりません。2011年3月11日の東日本大震災もまさかあんな時に来る、あんなでかいもんが来るとは思ってませんでしたから、やっぱり常日頃から備えておくっていうのが、一番の正解なんじゃないかなと私は思っています。各メーカーはですね、震災以後ですね、かなり天然、備蓄用水には参入してきてまして、いろいろな製品が、今巷にあふれています。ですからいろいろこういろんな製品を手に取ってみてですね、気に入った製品があれば、それを備蓄用に置いておく、そんな、スタイルがいいんじゃないかなと思います。富士山とアシタカ山系の伏流水でミネラルバナジウムをバランスよく含んだ天然水です。災害用保存水として家庭、ご家庭用に、常備くださいと書いてますね。これは災害用伝言ダイヤルとかそういう情報は書いてないんですね。ちょっと残念かなと。やっぱりこういう製品をですね、災害時に飲むときに、そういう伝言ダイヤル、災害時伝言ダイヤルみたいな情報が書いてあると、改めてこう知識がですね、知識というか記憶がですね呼び戻されて、あやり方とか、あそういえばそうだったと、冷静になれるっていうこともあると思うので、こういう製品にはですね、そういう災害時の心構えとか、災害時にやるべきこととか、災害時に役立つ情報なんかが書いてあるといいななんて私は思っています。先ほども言いました通りですね、最近は備蓄水っていうものが、たくさん、売り場に並んでいます。いろいろな、製品が並んでいますので、手に取ってみてですね、一度試したりして、飲んで試したりしてですね、こう選んでいただくといいんじゃないかなと思います。よろしくお願いします。